レールガンは、日本政府が開発を急いでいる武器の一つですが、一体どんな兵器なのでしょう？今回は、レールガン開発がどこまで進んでいるのかが主題です。日本では、発電力もかなり向上し、総合的なレールガン稼働システムが構築できる技術が生まれています。一度開発し、トライアンドエラーで小型化、人が使うまでできればいいけどな。2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。食料援助を訴えていたこともあったのに、軍事費は潤沢なようですね。この飛翔体への対抗手段となるべく、レールガンの研究開発費が2022年度防衛予算に計上されました。実は、1月12日に、BS 日テレで、真相ニュースという番組が放送されたのですが、その中で話題とされたのです。番組の中では、小野寺御殿元防衛相と小原凡司笹川平和財団上席研究員の対談が行われ、レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などが話題になりました。改めてレールガンについて説明します。電磁砲とも呼ばれ、次世代兵器とみなされる兵器ですが、火薬を使わずに、2本の通電性の高いレールに高電力を流し、磁場を発生させることによって、レールに乗せた弾体を射出する仕組みです。このレールガンは、試作段階で 200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上は、火薬で発射する銃砲や、燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、経費もかからず、しかも連射可能と見られるので、飽和的ミサイル攻撃へも対処できるのではと期待される兵器と考えられています。花火がわかりやすい例ですが、雨が降ったら火薬は使えませんから、火薬を使わずに発射できるというのは確かに効率的でしょうね。防衛省がこれまでに試作したレールガンでの発射試験結果によると、発射初速は2300m/秒。およそマッハ6が観測されたということです。戦車砲の発射初速は、1700から1800m/秒と言われますが、それを軽く上回っています。防衛省の構想では、中国、ロシア、北朝鮮が、急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段になり得ると期待しているようです。前での真相ニュースの番組中では、キャスターから様々な質問がありました。レールガンを開発するメリットは何か？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで遠くのターゲットに命中できると考えている。ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射も可能ということだと答えた上で、アメリカ軍の地上試験では、射程 370km という報告があったこと、連射性能向上の可能性についても述べました。また、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるという発言もありました。強力な磁場を発生させるための装置は必要か？という質問に対しては、先行国アメリカが10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出せる電源装置開発が難しかった。特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったためではないかと指摘しました。現状、レールガンが艦載可能な艦艇として例示したのは、統合電源システム IPS を備えているズムボルト級駆逐艦でした。IPS は、大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムで、レールガンの発射は可能と思われます。高電力が必要なため、他の電子装置が使用不可能になってしまうので、
現在は発射されたミサイルを撃ち落とすため非常に高価な迎撃ミサイルを使っているが、安価で連射可能なレールガンをどう評価しているかというものに小野寺氏は、2012年平成24年に初めて防衛大臣に就任した時からレールガンについては理解していた。多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年平成29年防衛省に再任した時は、レールガンの試作機が製作過程だったが、かなりの高スペックを持っていることは感じていた。そして、自分は自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチーム座長という立場もあって、レールガンの性能向上のための予算計上も応援している小原研究員と同じく、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている。陸上配備で対応可能と思われるが、専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備であると考えているという認識を示しました。また、番組内では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動すると推測される、極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった多くの疑問が投げかけられました。今後巨額に膨らんでいくと思われる研究開発費などについても、当然、遠慮なく、両氏に鋭い質問が飛びました。研究員も実用化についての一番大きな問題が電源問題と認識しているようです。常に電源を確保できる状態でなければ蓄電池などの装備が必要になります。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので連射はできないと指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては日本は世界でもトップクラスなので、将来的にレールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで日本の優位性をフルに活用すべきとのことでした。心配される極超音速ミサイルの変則軌道への対応では、小野寺氏はレールガン一つだけで防衛システムを構築するのではなく、イージスシステムなど現在あるシステムと複合的に防衛にあたる、レールガンを含めて飛来するターゲットに照準を合わせて的中させるという発想ではなく、近距離で炸裂させターゲットに被害を与えるなどの様々な可能性を研究すべきだろう、それはまだ始まったばかりと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルはスピードが上がるほど運動性が低下する、高度を下げると空気抵抗によってスピードが下がることから、変則軌道を取れるのは空気の薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がると低速になり、いずれまっすぐ落ちてくるので、それを待ってレールガンを連射して迎撃できれば相手が超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガン開発はかなり前から始まったようです。60年前の1960年代から構想はあったそうですが、本格的に始動したのはここ10年ほどなので、その実現性を疑問視する意見もあるようです。しかし、小野寺氏は、防衛省幹部のレールガンへの期待と情熱を感じたり、対艦攻撃への活用という構想もあるので、実現の可能性は高いと考えているようです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までにはテストを終えて実用化されるかどうかに注目したいと述べました。小原研究員は、2028年までに開発が終わるというのは、かなりのハイスピードということになる。日本がこういったハイスピードで技術開発を進められる底力を世界へ見せつけることで抑止力を高め、日本が主体的にアメリカと共同開発を進めていくことで、
中国の日本には主体性がないという見方を変えさせることができると語りました。日本が今後革新的技術をさらに高めてゲームチェンジャー的なものを開発できるようになったら、日本へ手出しすることをためらうようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測しているようです。